最大10連休となった今年のゴールデンウィーク、めざまし8が向かったのは和歌山県北部にある高野山。1000メートル級の山々に囲まれ、豊かな自然を満喫できるスポットです。中でも観光客のお目当ては、四国88箇所全部お参りさせてもらって、最後に今日参りました。初めて来たんで、すごく大阪の場所だなっていうのを改めて感じましたね。子どもたち の、 ね、安産祈願とかで、やっぱり最後はお礼参りはここかなと思っていたので。高野山真言宗の総本山金剛無事です。2004年に紀伊山地の霊場と参詣道が、2016年には女人道などが世界遺産に登録されました。その影響もあって、多くの人が歩いてきました。皆さん団体旅行ですかね。外国人の方です。海外から観光客が殺到。予想以上に観光客が増えたことで、町は深刻なオーバーツーリズムの問題に直面していました。年間およそ140万人の観光客が訪れる和歌山県の世界遺産高野山。117もの寺院が密集しており、周囲にある宿坊では写経などの修行体験ができるということで、この週末も多くの外国人観光客でにぎわっていました。宿泊施設の最前院はゴールデンウィーク期間中ほぼ満室だといいます。ずっと来たいと思ってたの。もう何年も来たいと思ってて、今年やっと来られました。いろんな旅行雑誌を読み漁って、その中にあったので興味を持ちました。修行体験では外国人観光客に向けたさまざまな工夫が施されていました。このような、形で英語で、記載したものをご準備しまして、で裏には、ご焼香のご案内を記載しまして、実際にこれを実践していただいております。見せてくれたのは英語で書かれた焼香や朝のお勤めのマニュアル。今現在は、インバウンドの方に非常に多くお越しをいただいておりまして、1日の中でも7割8割を超えてくるような、外国の方にお泊まりをいただいております。高野山宿坊協会によると、ゴールデンウィーク期間中、高野山にあるすべての宿坊がほぼ満室だといいます。そんな高野町で今問題となっているのが、観光客が集中することで住民の生活などに影響を及ぼすオーバーツーリズム。こちら見てみると車が何台も止められていますね。こう歩道を覆いかぶしてしまうような形で複数の車が止められています。駐車場に止められなかったのか、路側帯には多くの車が止められていました。一部の道路では、歩行者の方も止まっている車を避けて、こう車道側歩いていますよね。止まっている車を避けるため、歩行者が車道を通らないと進めない場所も。危ないですね。歩行者のすぐそばを車が通っていきました。危ない。今女性の方が後ろ振り向きましたね。後ろから車を気にする様子を見せました。さらにこちらの車ですね、こう歩道に駐車していますね。展示ブロックの上に覆いかぶさるような形になっています。高野山で露店を営んでいる地元の人は、ゴミは捨てられても私とかそうしますけどね、
タバコの吸い殻もね、ほかほかしたときあるんですよ。それが危ない。白髪に掘られるからね。高野町によると、ゴミの放置を防ぐため、町の職員や業者が早朝からポイ捨てゴミの回収を行っているといいます。それでも、透明な袋が捨てられていますね。あ、そしてここにもタバコの吸い殻が捨てられていますね。人口2641人の小さな町に年間およそ140万人の観光客参拝者が訪れます。つまり単純計算で1日に人口の 1.5 倍近い3800人ほどの人が訪れていることになります。そのため地元の人たちが頭を抱えているのが、救急車が走ってきました。救急搬送される人の半数以上を観光客が占めることもあり、町にある2台の救急車を住民が利用できないことがあるといいます。そして一番問題となっているのが、かなり多くの車が走っていますね。ちょっとした渋滞状態になっています。お盆や紅葉シーズンなどの繁忙期には最大1000台を収容できる駐車場に7000台以上の車が殺到する日もあるため、町の至る所で渋滞が発生するといいます。この週末も金剛峯寺のすぐそばにあるこちらの駐車場、このように満車の看板が立てられています。ほとんどの駐車場が満車となっていました。高野町の平野義也町長は、パーク&ライドの実施、まあ将来的には、高野山に入る手前ぐらいにですね、そういう駐車場も作って、そして、まあ、回遊するようなバスでですね、皆さんを送り届ける。高野町は、こうしたオーバーツーリズム対策として、観光客から徴収する法定外税、訪問税を導入する方針です。徴収方法や税額などは今後調整を進めるということですが、導入せざるを得ない事情があるといいます。それは駐車場の警備や公衆トイレの維持管理費、電気代の高騰もあり年間およそ5000万円かかっているといいます。その費用を町と金剛峯寺が共同で負担しているのですが、平野町長は、限界に近いと私は思います。人口は減っていくっていう中で税収もやはり減っていく、やはり住民が迷惑を、感じないような、観光の維持インフラ整備をしていかないと、いろんな負担を公平にしていくことがこれから必要ではないのかなというふうに考えてます。ところが訪問税の徴収案にも簡単にはゴーサインを出せない課題もありました。高野町は弘法大師空海が開いた高野山真言宗総本山金剛峯寺を中心に形成された町で、日本のみならず世界中から多くの参拝者が訪れています。お参りをする、またお墓参りをするというような目的とした方々からは、そういった税というのを取るというのは少し難しいところでもあるのかなっていうふうな思いももちろんあります。信仰目的なのか観光目的なのか、その線引きが難しいといいます。訪問税徴収について観光客や地元住民は、お手洗いとかやっぱきれいに
整備されてたりしたので、まあ、そういうのを維持したり、まあ、新しいのを作ったりするのにはやっぱ必要なのかなと思います。小林さんは七つ口って言って入ってこようと思えば入山するところ七つあるん違うかな、うんうんうん、だからそのところへその入山で徴収する人一人ずつ置くっていうのも大変だと思いますし、うん、訪問税を2028年4月をめどに導入する方針の高野町。この参拝地観光地が将来的に、持続可能な、場所を築き上げるために広くですね多くの皆さんにご協力をご支援をいただきたいっていうのが私の考えであります。人口が減少していってる中、やはりその財源を確保するっていうのが大変難しい課題になってきてるのかなと思います。世界中から来ていただけるっていうようなところでありまして、インフラの整備、ソフト面でもハード面でもどう維持していくかということが非常にこれから大きな課題となってきているということが、今回法定外の目的税を将来的に導入しようかというような考えに至ったわけであります。